ニラサ駅は山梨県ニラサ市若宮一丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO46。ニラ崎市の代表駅として指定されており、特急、あずさの一部が停車する。昭和戦前期のニラサ駅と少年たち島式ホーム一面二線を持つ地上駅。かつてはスイッチバックがあったが、伏線化に際して、 本線上にホームを設置し、スイッチバックは廃止された。ホームは駅舎などより高い位置にある。ホームから駅舎へ行くには、地下道を少し下る。ホームは12両編成相当の長さがある。勾配の区間にホームが設けられているため、小渕沢寄りに向かって線路とホームは緩い上り坂となっている。甲府寄りに階段、小渕沢寄りにエレベーターがある。 小淵沢方に引上げ線が、甲府方に本線と平行に設置された、対比線がある。甲府駅当駅間の区間列車が設定されている。甲府方にも小淵沢方にも折り返しが可能である。乗り場は、駅舎側が1番線、反対側が2番線である。上り線のホームの長さは322メートルあり、八王子支社の管轄の中では一番長い。駅舎は、 コンクリート2階建て。2階部分がホームと同じ高さで、職員専用の通路が2階からホームに伸びている。旅客の入ることができるのは1階のみで、待合所の他に指定席券売機、自動改札機、自動券売機が設置されている。マルセの立ち食い蕎麦屋も駅舎に入居している。観光案内所は駅前にある、ニラ市民交流センターに移転した。直営駅であり、 管理駅として、新府駅、穴山駅を管理している。発車メロディは、定築性の曲を使用している。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1891人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。ニラサ駅周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成にらさき市の代表駅であり、駅周辺はにらさき市の中心部である。駅のホームから市役所が見える。駅前には広場が整備され、大規模な商業施設などが進出している。にらさき駅停留所にて以下の路線が発着する。当駅に一部が停車する特急、あずさの隣の停車駅は、 列車記事を参照。ありがとうございます。